内田洋子さんです。よろしくお願いいたします。Thank you.
様もありがとうございました。どうでした？自分で新しい生き方だと思ってトライして。自分なりには結構うまくいったので、最後の、一番最後の音を除けば、だから、これからまたちょっとフランスの曲に挑戦したいなと思います。そうですね、もう本当に進化して自分でこう自分の中でイメージはどんな感じ、イメージをなんかピアノレッスンの見てすごい目から鱗みたいなって書いてあったけども、イメージとしてはどんな感じで、やっぱり海のところにこうつけるでも最初の幻想奏曲もなんか昨日の夜の風の音みたいにこうピューッと風がこう吹いてた、昨日の夜結構風強かったと思うんですけど、場所によって違う、なんかすごいもうなんていうのびっくりするくらい風が強くて、でもああいう感じで最初のね幻想奏曲もしたかったんだけど、なので指がやっぱりゆっくり弾くとかリハコン通信には書いたんだけど、やっぱりあんまりゆっくり弾いてる、あんまりゆっくり弾いてるとその風の音がどうしても表現できないから、結果的にはちょっと思ったよね、早め、最初予定してたよりは早めになって、そうすると指がもつれるので、あ、弾けなくなったらどうしようっていう、もう そこそれだけ考えながら結局でもうまくいったかなって感じで、今日は割と思い切り弾けたので、あ、そうですね、良かったです、良かったですね。そうでしたか、ゆうべそんな強い風を感じてたのね、それを感じてこの演奏って なるほどって思います。昨日の今日だから、なるほどね、ありがとうございます。もう本当にそういう現象というか自然現象が自分に何かをインスピレーションというか与えてくれるっていうのは本当また面白いなと感じますね。本当にありがとうございました。